なんだか最近疲れが取れないんだよな。キリコちゃん、今回の指令は？え、ストレスを発散。いいね、早く行こう。早速調査開始。のんびりほっこり三好巡りたい。やってきたのは三好市富野町にある農家民宿木こりの家。あれ、何か音がするね。キリコちゃん、あっちの方かな。音の鳴る方に近づいてみると。すいません。はい、こんにちは。何をしているんですか。薪割りをしております。薪割り、はい、せっかくなので渡辺隊員も薪割りに挑戦。せーの、よいしょだからこれをちょっと引っ込む。持ってあげた方がいいのかな。あ、そうそう、そうだね。よいしょ薪割りでストレスを解消するはずだったんですが、残念ながら失敗。はい、じゃあお父さん、はい、もう一度お手本見せてください。うわー、すごい、割れた、真っ二つ。さすがお父さん。そして今では珍しい釜炊きご飯を味わうことができます。自ら割った薪で作る釜炊きご飯は絶品。おこげもいい感じです。いいですか。大丈夫、大丈夫。どうだ。あ、うん、もっちり、おいしい。すぐすぐ食べるけんね。すっごいもっちりして甘い、うん、さらに畑では新鮮な野菜の収穫体験もできます。色とりどり、こんなにいっぱい取っちゃいました。それからそれを天ぷらにしてもらって食べます。子供たちはね、自分が取った野菜を全部食べるんです。だから野菜嫌いの子がいいのかな。食育ですね。そうですね。あー、素敵なお料理ができました。私が先ほど取ったおナスでしょうか。美味しいナスという、はい、わ、すごい、揚げてあるけれどもみずみずしさが残ってる。はい、いや、もうこの中でご飯が輝いてますね、はい、わー、すごい、もうなんか粒が立ってる。噛むごとにどんどん甘みが増しますね。お話好きのご夫婦との会話もまた心和むひとときとなりそうですね。この他にもかずら編みや草木染めも体験することができます。体を動かしておいしいご飯を食べてストレス解消、身も心も癒されました。ミッション完了。三好イベントナビ、3月1日日曜日、三輪文化センターサンホールで神楽共演大会 in 三輪を開催します。詳しくはご覧のところまで。次回は春を告げる花を巡り